ソロデビュー10周年イヤーを迎えたエグザイル TAKAHIRO が9月21日東京日本武道館でエグザイル TAKAHIRO 武道館ライブ2023エクスプロアを開催した。今年エグザイル加入から17年を迎える TAKAHIRO にとって日本武道館は思い出の地。2006年9月22日、エグザイルボーカルバトルオーディション2006、エイジアンドリームの最終決戦が行われ、TAKAHIRO のエグザイル加入が決まったのが、この日本武道館だった。TAKAHIRO が以前から夢のステージと称してきた場所での初単独ソロライブ、記念すべき日とよう、9000人のファンが見守った。スモークが立ち込めるステージにバンドメンバーが登場。吹き上がる炎と渦巻く歓声に迎えられ、TAKAHIRO も姿を現した。1曲目は、エクスプロア。10周年イヤーの集大成ともいえる最新アルバム、エクスプロアのタイトル曲であり、恐れることなく前進する魂を爆発させたロックチューンだ。言うあれロックスターで、さらに熱を帯びていく TAKAHIRO のボーカル。全力のパフォーマンスで会場を魅了し、続く3曲目は一緒に歌っていきましょう。と呼びかけ、チューチュートレーンを披露。TAKAHIRO は笑顔で歌うファンの姿を嬉しそうに見渡している。EXILE 加入後初のシングル曲となった Everything、そしてラブストーリーもファンと一緒に大合唱。バラエティに富んだ楽曲で前半5曲を一気に駆け抜けた。最初の MC では帰ってきました日本武道館エグザイル TAKAHIRO です。やっとここまでたどり着きました。ここはエグザイル TAKAHIRO 誕生の地、僕の原点ですと会心の表情で挨拶。昨日の夜は緊張と興奮で8時間くらいしか眠れなかったけどと笑いを交えながら、ここまで支えてくれたファンの皆さんへの感謝を伝えた。バイオリンのソロから始まった1001秒は記念すべきソロデビューを飾った一曲。ハイチェアに腰掛け、丁寧に、そして言葉以上の思いを伝えるように歌い上げた。サックスの音色が切なさを際立たせたエターナルラブは、エモーショナルな歌声にどんどん引き込まれていく。ボーカリストというよりも、一人の人間として伝えたい、思いが溢れているような熱っぽい歌声だ。2回目の MC では、17年前の明日が、EXILE に加入した日であることに触れ、1日前に、こうして皆さんとライブをさせていただいて、新しい姿で明日を迎えよう、と TAKAHIRO。また、EXILE の第一章が、本当に大好きで、加入前はカラオケでもよく歌っていたということで、ここからは僕の大好きなナンバーをお届けしたいと思います。感謝を込めて歌わせていただきますと語って、次のセクションへ。羽1、2、This is Love、Lovers Again など EXILE の楽曲を美しい映像演出とともに届けた。字のかけら時のかけらでは、ステージの左右に伸びる花道の先まで移動し、ファンのすぐそばで大きく手を振る場面も、サビの部分は会場が一つになっての大合唱となり、幸せな空気に包まれた。響き響き、変わらないものの2曲では、TAKAHIRO の息遣いまでもが極上の音色となって、世界観を作り上げる。夢の舞台、日本武道館のステージで、しかも一人きりで歌い上げる TAKAHIRO の堂々たるボーカルに、客席からは熱く長い拍手が寄せられていた。ライブ後半戦は、ジギーの名曲であり TAKAHIRO もカバーしているポップなロックチューン、グロリアから、先ほどまでのボーカルスタイルとは一転、バンドのフロントマンとして一体感を楽しんでいるような、パフォーマンスが新鮮だ。アイリッシュブルーの爽快感、
ライブならではのグルーヴも痛快。これまで、たくさんのステージを共にしてきた、バンドメンバーとの絆、信頼し合う気持ちが伝わってくるような2曲だった。ここまでの選曲を振り返る MC では、ビューティフル、やるとは思ってなかったでしょ?と切り出し、昔から大好きな曲なんですと TAKAHIRO。しかもその曲が収録されている EXILE のアルバム、EXILE LOVE が大好きで、いつかこのアルバムを引っ提げたツアーをやってみたいという夢を語る場面も。あまり言うと大変なことになりそうだからと笑っていたが、TAKAHIRO ならそれくらい思い切った夢も実現させてしまうのでは?と思えてしまう。ソロとして、また EXILE のボーカルとしてのキャリアがこの先どんな形で新しい楽しみを生み出していくのかがますます楽しみになるような思いがけない話の展開だった。ライブもいよいよ終盤。サムデー、最新アルバム収録の人気ポップ曲、ハッピー、バースデーというアッパーなナンバーで会場を盛り上げ、本編はまたここ、日本武道館のステージに必ず戻ってきます。待っていてください。という力強い言葉とともに、TAKAHIRO からのメッセージ付きキャノンテープが降り注いだ、アンコンディショナルで幕を閉じた。アンコールは12月26日、東京国際フォーラムでソロライブ、EXILE、TAKAHIRO クリスマスライブ2023エクスプロア、忘年会の開催を知らせる映像からスタート。TAKAHIRO サンタが舞い降りる。というフレーズにひときわ大きな歓声が沸き起こる中、TAKAHIRO とバンドメンバーが登場。17年前も日本武道館で歌唱した、TAKAHIRO にとってもファンにとっても思い入れの強い一曲、運命の人、もっと強くの2曲を心を込めて届けた。最後の MC では、まず先ほど解禁されたばかりのクリスマスライブについて、触れ、また1日遅れではありますが、かっこ笑い、ファンの皆様への感謝の思いを込めて、クリスマスパーティー並びに、忘年会のような感じで楽しんでいただければと思いますと TAKAHIRO。そして、日本武道館は僕にとって特別な場所。今回は皆さんに連れてきていただきました。次は僕が皆さんを連れてきます。僕なりの音楽を届けてもっともっと喜んでいただければ、2days、3days とやっていけたらなと思っていますと胸を張り、笑顔を見せた。最後の曲は4月から行っていた EXILE TAKAHIRO ライブツアー TAKAHIRO 堂の駅2023ロード2エクスプロアのオープニングとして大切に歌い続けてきた楽曲であり EXILE ATSUSHIが作曲清木場修介が作詞したスポットライト光の先へソロ10周年イヤーでたどり着いたこの日本武道館から始まる新たな道のりを予感させる感謝と決意が伝わってくるようなエンディングだった。